中国は駆逐艦製造を量産体制で強化しつつあるんだよね。一昔前の中国艦は性能に問題があると見られていたが、ここ数年のテクノロジーの進歩は目覚ましく、艦の内容も近代化されていると言われているぜ。少し前は中国も韓国と同じように欠陥品ばかり作っているイメージだったけど、今じゃ軍事大国だもんね。とはいえ、やっぱり中国だからな。日本やアメリカと比較すると、技術的には劣る部分があると思うぜ。そうだね。さて今回は、なんとステルス機でさえ丸見えにしてしまうという駆逐艦055型について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2020年11月時点で世界で最新鋭の水上戦闘艦は世界最大のアメリカ海軍のものではなくなったよね。軍事力拡大路線を突き進む中国海軍が同年1月に就役させた055型駆逐艦難所と言えるんじゃないかな。世界で有数の軍事力を持つ国は従来はアメリカだったけど、ここ数年でぐんぐん力をつけた中国に追い越されつつあるよ。コロナ蔓延もなんのその、膨大な予算をつぎ込んでいるわけだから、当然の成り行きと思えるね。さて055型駆逐艦難所のスペックだけど、従来の中国海軍の052型訓民級駆逐艦が満載排水量約7000トン推定と比べると、1万2000トンから1万3000トンと推定されているよ。倍近くになったわけだから、超大型化された水上戦闘艦と言えるな。ちなみにこの2隻の駆逐艦の名前は共に中国の地名となっているぜ。南昌は江西省の都市で、1927年昭和2年には中国人民解放軍誕生のきっかけとなった武装蜂起が起きた場所で、江西省最大の工業都市で、情報産業などの新企業も多く育っているそうだな。また訓民はベトナムと境を接する雲南省の省都で、その歴史は古く、1982年昭和57年には中国の文化遺産保護制度の一つである国家歴史文化名城に指定されているんだと。駆逐艦南明の話に戻るんだけど、この排水量1万2000から1万3000という数字はとても大きい数字なんだ。比較だけど、アメリカ海軍が現在使用している艦では唯一巡洋艦に分類されているタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦というのがあるんだけど、この満載排水量が約9700トンとされているから、それをはるかに超えることになるんだよね。だから、アメリカでは難所を巡洋艦と表現することが多いみたい。詳しいデータを述べると、055型駆逐艦難所は全長 182.6 メートル、全幅 20.9 メートルとされ、ガスタービン機関を4機設置して最大出力が15万2000馬力、最大速力30ノットなんだって。難所型は6隻の建造が予定されているとも推測されているね。前述のアメリカ海軍のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦の所言は、全長 172.46 メートル、全幅 16.76 メートル、最大出力8万6000馬力、最大速力は30ノット以上と言われていて、このことからも難所が一回り大きくなっているみたい。海上自衛隊では最新鋭のマヤ型護衛艦の満載排水量が1万250トン、全長 170.0 メートル、全幅 21.0 メートル、最大出力6万9000馬力、最大速力30ノット以上ということだから、055型駆逐艦の巨大さは明らかじゃないかな。アメリカ海軍所有の最新鋭駆逐艦はズムボルト級だけど、この艦が近未来的な設計を多く取り入れたために、建造費が跳ね上がり、実用面でも課題があることから、結局はたった3隻しか建造されなかった事実があるんだけど、それとはコンセプトにおいて大きな相違があるんだよね。055型駆逐艦は、中国が建造を進めている国産航空母艦の空母打撃群において、艦隊防衛という重要な任務を担当する位置にあるし、中国版イージスシステムとも形容される優れたレーダーやセンサー類も装備しているとか、これらのレーダーやセンサー類は、複数の周波数帯の電波を使用すると推測されていて、このおかげで高度なステルス性能を保持する F-35 ライトニング2戦闘機なども探知できるし、しかも迎撃も可能とみなされているんだって。従来の中国海軍の艦艇は、対潜哨戒能力はもちろん、レーダーやセンサー類の探知性能においては、アメリカや日本が採用しているイージス艦のシステムにはかなわないだろうと思われていたんだよな。しかしこの難所を実戦配備したことによって、対外的な脅威は飛躍的に高まったと考える意見も多くあり、それに後押しされたアメリカ海軍でも予算の問題から見送っていた新型巡洋艦の開発を再度スタートするらしいとも推測されているぜ。つまり、難所がそれほど恐ろしい駆逐艦であるという証拠というわけだね。055型駆逐艦難所の特徴は何といっても、VLS 垂直発射システムを搭載することによってアップした攻撃力にあるよ。
この VLS は112セルもあり、すべてが精度を非常に向上させたレーダーやセンサー類と連動しているんだ。難所は完全部に64セル、後部に48セル搭載していて、艦対空、艦対艦、対地そして対戦のすべてのミサイル運用が可能で、特に注目されているのが艦対空ミサイルの防空能力とされているよ。というのは、055が宅地区間の一隻というより、国産航空母艦による空母打撃群全体の防空能力アップに役立つと推測されるためで、世界の大国アメリカと同じように空母打撃群が展開可能ではないかと予想されるからだな。今までの中国海軍艦艇は大陸国である現状に合わせて、自国の沿岸海域を作戦行動範囲と設定した展開だったようだけど、航空母艦と055が宅地区間の空母打撃群の存在によって、中国大陸を離れた遠洋までの進出も視野に入れることができるようになったからね。このため055が宅地区間の作戦行動範囲は、従来の05に型訓民級駆逐艦と比べると最大約4倍とも言える約1万 1000km にも及ぶと推定されるんだ。従来はアメリカの独壇場だったこの分野への中国の進出が現実味を帯びてきたってわけだね。なかなか油断できない状況になりつつあると思われるが、日本を含む周辺国にとって幸いなこともあり、それは中国海軍は国産航空母艦で運用できる第5世代戦闘機はまだ配備できていないってことだな。つまり即空母打撃群の完成とはいかないってわけだ。しかしいつかはこの配備も進めてくるということは、疑いの余地はないし、このような中国海軍の空母打撃群が登場することを前提として、日本は有効な対処方法を模索し、策定するべき時期に来ているんじゃないかな。対策としては既存の兵器分野では、戦闘機に対する長距離空対艦ミサイルの装備、潜水艦隊の増強などが現時点では実効的ではないかと思われるよ。優秀な F-35 ライトニング2戦闘機のステルス性に悪影響を与えない胴体内のウェポンベイに収容できる、長射程空対艦ミサイルの開発にはかなりの時間が必要と推測されるから、戦闘機では F-15 や F-2 を活用していくことが必要になるだろうな。それだけではなく、海上保安庁がやっと試験段階に入った無人航空機や、遠隔操作型無人機に対艦ミサイルを実装することも自衛隊としては考えてほしいと思うよ。それじゃあ今回は、この辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、世界に2番目に高い山についてだよ。そういや、前エベレストの話をしたけど、確かに世界に2番目の山ってどこなんだ？俺エベレストと富士山しか知らないぜ。今日はその2番目の山について話していくよ。世界で一番高い山は標高8848メートルのエベレストであり有名なんだけど、世界で2番目に高い山 K2 はあまり知られていないんだ。その山って K2 って言うんだね。聞いても全然ピンとこないや。そうだよね。K2 は中国インドパキスタンをまたいだカラコルム山脈にある山で、標高が8611メートルなんだ。世界で一番高い山のエベレストとの標高差はわずか200メートルなんだ。意外と差がないのにびっくりだな。しかし、人里から遠く離れた奥地にあるため、その存在を知る人はほとんどおらず、名前さえもなかったんだ。そのため、カラコルム山系の測量を行った際に、特に標高が高い山にカラコルムの頭文字 K を取って順に、K1、K2、K3、K4、K5 と測量番号が付けられ、その K2 がそのまま山の名前になってしまったそうだよ。エベレストの次に高いのに名前が適当でなんかかわいそうだね。言われたらそうだよね。でも、そんな K2 は世界最高峰のエベレストよりも登るのが難しいとも言われており、生きて帰ることが難しい山過酷な山から非常の山やキラーマウンテンなどと呼ばれているんだ。山の名前よりも異名の方がかっこいいじゃん。そうだね。エベレストの登頂者数は5000人を超えているのに対し、2019年時点で K2 の登頂者数はわずか446人であり、死亡者数は分かっているだけで85人なんだ。分からなかったらもっと多いかもだし、知る人が知る山って感じで登れればかっこいいね。でもその分危険だからな。そうだね。そのため、K2 の登頂者に対する死亡者の割合は約5人に1人であり、生きて帰るためには高度な登山技術が必要なんだ。K2 に登るのが難しい理由として、最も近い村でさえ直線距離で約 80km も離れており、アプローチの困難さ、エベレストよりも厳しい気候条件、急峻傾斜が急で険しいことな山容による雪崩、滑落の危険性などが挙げられるそうだよ。世界で2番目に高い山なのに世界で一番危険な山ってことなんだ。でもそんなに危ない山ならなんで有名じゃないんだろうね。もしかしたら登った人が危なすぎて誰にも話そうとしなかったのかもしれないな。どんな理由か気になるね。
僕でもその理由についてはわかんないや。エベレストより危険な山なんてみんな知らないからみんなに自慢できるね。そうだね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。よかったら、チャンネル登録してね。